さて続きましてはジュニアマックスクラスです。こちらはですねチャンプシリーズの一つであります X ジェルマックスチャンプ、こちらの第一戦ということになります。今シーズンから立ち上がったこの X ジェルマックスチャンプは先ほどもご紹介しましたがアメリカ行きがかかったレース、今回と5月、4月、5月、6月この4戦に対してかけられておりまして、この終了時点でトップだったドライバーが日米の交流ということでアメリカのロータックスマックスのレースに出ることができるということなんですよね。ちなみにミニクラスにもかかってまして、こちらは水飲みシリーズの方で戦われることとなっております。さあそれではスターティンググリッドご紹介していきましょう。さあジュニアマックスクラス、ポールポジションはカーナンバー39コノスヒロテックスレーシング沢田流星、セカンドカーナンバー36サーティーズレーシング江本卓、サンバグリッド34ドラゴンコルテ RNC レーシングチーム手塚タイガー、4番手56 HRS ジャパン南田市隆、5番手98ポノスヒロテックスレーシング横山明人、6番手17 ERS リクサクス津本新馬、以上がトップ6です。以下7番手カーナンバー9松本瀬奈、8番手10吉田次元、9番手37前田壮介、10番手61徳岡タイガー、11番手8坂野大元、12番手24白石ウルハ、13番手89北中和樹、14番手22関谷拓馬、15番手16塚本伊吹、16番手42白石より、17番手88イーソンチェン、以上のようになっております。しかもこのクラスに関しましては前線参戦しますとラリージャパンご招待ということでね、まずはこの17名のドライバーに権利があるということになっております。勝田貴元ともコラボしていますし、このジュニアマックス笹原右京がアンバサダーとして就任しています。まあね、笹原右京もマックスから世界に行ったドライバーですからね、次を担うドライバー、さあ沢田なのか江本なのか、スタートは左側スタート、さあ一気に3回をしていく沢田流星、1コーナーに対してインを取りに行ったが2コーナーから立ち上がりではどうか。さあそのままトップをキープしている沢田流星、さあどちらかというとアウトサイドスタートのドライバーが若干出遅れた感があるかなという感じですね。フロントロー2番手スタートだった江本は現在4番手にドロップをしています。2番手はカーナンバー34手塚大河がこの沢田流星の後ろについて上がってヘアピンをクリアしています。3番手には横山明人、ここまでがイン側スタートのドライバーということになりました。で江本の後ろに南崎、そしてその後ろピタッとつけています。最終コーナーから立ち上がってここまでが第一集団となりますが、カーナンバー10の吉田次元が上がってきました。吉田次元8番手スタート、おーっと1台止まっている、最終コーナーの手前です。坂の大元か、さあカーナンバー8大元どうした、最終コーナー手前で止まってしまっています。さあトップはと言いますと S 字をクリアして下り 25R にアプローチをしているところ、4番手争い、4番さっきから結構激しく接触ギリギリバトルをしておりますが、南崎隆がその中で前に出てきました。南崎、江本、そして吉田次元、この3台です。そこにだんだんと追いついてきたのはカーナンバー17の楠本新馬です。さあ先ほど止まってしまった坂野大元が第1コースは切りました。写真の方には戻ってこないのでスピード上がってくればという感じなんですけれども、ワンラップダウンになってしまいました。まだちょっと落とし悪そうですね。なんかね、さあトップ3は3コーナーから4コーナーです。変わりはありませんが、4番手争いがこれ南崎先頭に、その後ろもまた激しくなってきてますね。江本の後ろ吉田次元、そして楠本近づいています。その後ろに松本、白石、関谷あたりが近づいて3台ワンパックになってますね。そこから少し離れて11番手は塚本、さあこれトップあたりが上がってきたか、得意かもしれませんね。11番手はカーナンバー61
その後ろ白石ウルハ、前田康介、イーソン戦となっております。坂の再現はまだスローのままで下り 25R ですね。また後ろが追いついてきそうな感じです。さあトップ見てみましょう。現在4周目となっておりますが、スタートダッシュを決めました澤田流星が現在もそのままキープをして、2番手に手塚、そして3番手に横山です。坂野大元はヘアピン立ち上がったところで止まったけど、また動きましたね。また動きました。さあこのクラスに関しましては予選落ちはありませんので、純粋に順位バトルといったような感じ。さあ今結構熱くなっているのが関谷の後ろ、白石と徳岡、今1コーナーに入っていく3台ですね。でカーナンバー22が関谷、そしてその後ろカーナンバー42、白石よりはブルーのヘルメット、インガーアプローチをしていくかどうか、こじ開けたか。でその後ろからカーナンバー61、緑のヘルメット、徳岡大河というこの3台なんですけれども、さあ下り20番まだやってますね。白石が前に出てきまして、徳岡、そしてその後ろに関谷という形に変わりました。さらにその後ろは塚本伊吹、北中和樹と続いています。さあ先頭は最終コーナーから立ち上がってくる澤田流星のペース上がってきたんじゃないかな。おお、パスをマークしたんです。あっという間に3番手の横山明人に変わりました。横山49秒台に入れてきています。3番手横山、前の手塚大河をしっかり捉えている。2番手3番手争いと見事3コーナー。さあこれで横山明人が2番手に上がります。澤田流星逃げ切れるか、まだ残り4周半あります。さあもちろん澤田流星も自己ベストをマークしてはいるんですけれども、横山明人のペースがこの前の2人よりもコンマ2ほど、コンマ2弱いいんで、これはこのまま行くとっていう感じです。さあそして坂野大元はここでピットに入ってきました。さあ最終コーナーです。澤田流星の後ろから横山明人、そして手塚大が少し離れまして、南崎、江本、藤本の3台で、吉田次元、松本瀬名で、そこから離れまして白石、徳岡、関谷、その後ろ蛍光のヘルメット、北中、白石、前田、塚本、イーソンと続いております。6周終了、7周目、残り周回数は4周を切っています。さあ澤田流星は50秒1、横山は50秒でパッシングしながらトップのドライバーを上回るタイムというのは、相当横山はこれスピード乗ってきているということですよね。わあ、セクター1でもファーステストをマークしました。これは澤田流星、5周目あたりから澤田流星もペースを上げてきているのかな、後ろちょっと離れるかなと思ったんですけれども、この横山のペースだとまだまだこれバトルになりそうだわ。そして4番手争い、エマトが1コーナーインコーナーを狙っていきたいが、オレンジ色のヘルメット、南崎は前をキープしています。エマトの後ろの楠本も動き出してくる感じ。さあエマト3コーナーでもインサイド飛び込んでいった、楠本ついていく、南崎2ポジションのドロップ、6番手、7番手の吉田次元がそんな前の3台をもっとやれもっとやれと思いながら見ているでしょう。だんだんと近づいてきました。7番手カーナンバー10、吉田次元にとってはチャンス到来というところ。さあいよいよ帰ってくると残り2周終盤となります。さあトップ2もこれ目が離せなくなってきましたね。澤田流星楽に逃がしてはもらえません。後ろから横山明人、第1コーナーに向かって、体格も前の澤田流星よりも一回り小さいんじゃないでしょうか。横山明人ずっと近づいていきます。スリップがよく効くこの南コース、3コーナーのところでは、ブレーキのタイミングが2人ちょっと違ったのでドキッとしましたけれど、仕掛けてはいけません。様子を見ました横山です。確実にスパッと抜いていかないと後ろの手塚大河に持ってかれるということもありますからね。さあ横山、これはもう横山次第のバトルになってきました。どこでどんな風に仕掛けていくのか、次がファイナルラップということで、これは注目です。さあそして4番手争いの江本を先頭としたこの4台も最後動きがあるのかどうか、何だけあたり動きそうですけどね。カーナンバー56、さあ1コーナーです。またトップ3、4
4番手争いも動きません。ファイナルラップです。ザーダ流星逃げたい、横山吸い付いていきたいが飛び込むところまではいかない。3コーナー、しかししっかりロックオン、前を捉えます。横山明人下り25アロっと、これはザーダ流星たまらずラインを守ったぞ。あー、これはヘアピンどうだ、横山の前になってしまった。立ち上がりどうだ、トップ争い、3台横並び、横並びカーラーの試験員、澤田流星なんとか戻りました。手塚大河がここはよく見てゴッツァン、そしてインゴ、めっちゃ守った、めっちゃ守った。さあブレーキング大きく引きずった、手塚に対してずっと内側入った。横山かろうじて2番手を死守、3番手手塚、4番手江本、5番手南崎はやっぱり最後の1周仕掛けましたね。6番手楠本、7番手に吉田、8番手松本、9番手徳岡、最後の1周でパステストはなんと徳岡大河になりました。10番手白石より、以上がトップ10。さあジュニアマックス最後の1周で一番なんか早かったのが8番手から後ろっていうね、面白い展開になりましたけど、前の方のバトルもやっぱりね見応えがありました。手塚というのは前に出てからね、あの最後気持ちは分かるけど、ちょっとブレーキロックさせすぎちゃったというところが痛恨でしたね。まあ、でもジュニアらしい気持ちのこもったバトルを見せてくれました。さあ決勝にも期待いたしましょう。以上ジュニアマックスクラスでした。